ライター忘れて今簡易で火起こしなんかしたことないのにこういう葉っぱを使ってちょっと火起こしやってみようっていう気になりました。ライター買いに行くって言っても遠いしもうなんとかやるしかない。いいぞ、いいぞ、いいぞ。オッケー、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 オッケー。ゴー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 。あ、うまそう。よいしょ。いやー、こりゃうめえよ、絶対。さっきの味が良かったもん。塩でちょっと炒めた感じですね。今からいただきます。うん、うん、うんうんうん、これは最高。うん、美味しいわ。いい感じに溜まってる。ああ、これか。穂村さん、わかりました。うん、塩っ気がいい感じ。これ塩と相性いいね。焚き火で焼くキノコ
めっちゃうめえわ。はい、次は小栗旬くんが出てる CM のチャーハンを食べます。この大容量感やべえな。これ2人前1人で食えるかな。不安だな。ちょっと大根の葉っぱも入れます。入れちゃえ入れちゃえ。超絶うまそうじゃん。うわすごい軽く。ちょっと一口食べてみようか。うん、うんうん、おいしい。もう少しかな。うん、オッケー、よっしゃ。超うまそうだろこれ。うまっ。うまめっちゃ綺麗や。紅葉が素晴らしい。本当に綺麗だね。ちょっと水面が汚いけど反射して見える紅葉の木と葉が美しい。